あ、さて、じゃあ話題の映画を見ましょう。久しぶりだな。さっきちらっとあらすじ見たけど、結構うつアニメっぽくないか。タイトルで分かっただ？嘘？学校行かない子の話か。行けない子か。オードリーじゃん。
アコオス。暖房ね。わー、こいらっしゃい、いらっしゃい。
デスゲームなん？これ2時間で収まる話なの？わあ、原作気になってきた。願い事？なんだろうね。なんだろうね。願い事か。日本時間とリンクしてんだよな。沖縄の名前だね。沖縄だっけな。九州かな。願い事？5000兆円？まあこういう時はお金だよね。じゃあでも物って言うじゃん。じゃあ今見てて頭に思い浮かんだのが、無限に使えるクレジットカードかな。
ああ、そうね。平日昼間うちにいるんだ。朝会ってね、寝て起きたらパジャマじゃんね。着替えてはいるんだね。風邪ひいた時とか絶対着替えないもん。なんだ、学校行ってんじゃん。ね、ちらっとね、画面に出てたんだけど、監督、見たことある。これ作ってる監督ね、クレヨンしんちゃんの映画やってるわ。クレヨンしんちゃんの映画めっちゃ携わってる人。ちびっこ向けアニメやってるな。ドラえもんとかもやってるみたいよ。キュンピはね、ヘンダーランドとかね、暗黒たまたまとかね、豚のひづめ大作戦とかね、好きでね、豚のひづめ大作戦の監督やってんだ。何よりも夕日の春日部ボーイズ好きだね。で、ブリブリ3プリ、3分ポッキリで最後にして、そのね、2年後にね、カッパの食うと夏休みっていう映画作ってるって、クレヨンしんちゃんの映画監督が完全オリジナルだ、オリジナルだったかな、これ。完全ではないのかな？原作あんのかな？あ、オリジナルか。オリジナルの映画作るってんでちょっと話題になったっていうのを見た。言おうと思ったら、うんこくさいの野望はめちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。それはでも、もう一番好き。吹雪丸大好き。一番好き、一番見返してる。お詳しいって、ウィキペディア見ながら言ってるわ。これ去年の映画かな。最優秀アニメーション作品賞だって。やばいね。
2022年のアニメだって。始まった。忍者術でストッキングかぶった忍者、え、あったっけ、え、え、野望、野望であったっけかな、ストッキング、お紅茶、あのゴキブリになるやつは見た、クレヨンしんちゃんの映画で。水曜どうでしょうっていう北海道の番組があってね、その番組のカメラマンが嬉野くんって言うんですよ。佐賀県民、九州だね。トラウマだ、トラウマだよ。明日まだなの？味だ、まだだよ。あれってオルゴールじゃねえのかね。
あーギクシャクしてんな。嬉しいの。嬉しいの。うわっ。
髪染めてるよね。男か、男できちまったのか。悪い影響がねえといいけどな。こんばんはって。こんばんは。どうも。見てまーす。結婚してる。指輪ちらがなんかあるんだよ。多分なんか意味あんだよ。ストロベリーティーだー。いい話だったって。お、終わってねえよまだ。アキちゃんの彼氏は悪い影響あるタイプ。中学生に髪染めるように染めるのを止められねえ彼氏か。茶髪ちゃんが先生の旦那と不倫関係とかあと泥つきますよね。まあ大学生とかそっち系かなって思ったけど、どうなんだろう。時空を超えたお友達？そうか、名字名乗ってないんだよな。名前しか名乗ってねえんだよな。なるほど、現代の子じゃない可能性があるのか。鋭いね。お母さんかお姉ちゃんかなってって思ったんだけど。なんかニヤニヤするわって。まだまだ言うね、まだ言うんじゃないぞ。まだ言うんじゃないぞ。髪染めて爪塗ってるよね。それするのは大人。そう、髪染めるとしか言ってなかったんだよな。大学生か悪い大人に捕まっちゃったかな。嬉野くん、梶裕貴だって。なるほどくんじゃん。
いらっしゃい。もう今から見たって話の内容わからんと思うけど、頑張れ。ここからみんなで殺し合うの？殺し合う空気あるよね。ワンチャン殺し合うよね。いや、流れ、だってこれシステムがデスゲームだもんね。一人一人にフォーカスしないね。過去回想でもやるかと思ったけど。
あ、告白じゃねえ、ひでえ。いやー怖っ。いけねえよ、いけないわ。あー性格悪い。女って怖。違う、真田が怖い。怖いわ。サナダムシにしてって、サナダムシだって。人間の大腸にすくって、あのご飯食べてくれてダイエットに効くっていう、あのサナダムシかい。あんたも悪いね。なんか普通にリアリティやって怖いんだけど。